小島八太郎、小島正し卿は、戦国時代の武将、上杉氏の家臣。絵本公越軍記では、鬼小島八太郎として登場する。妙高高原あたりの出身と言われ、越後国の戦国大名、上杉謙信の幼少期から側近として仕えた。協力無双のご決で、鬼小島と恐れられたと言われているが、 上杉氏の軍役長や名簿に記載されておらず、実在したかどうかを疑われている。上杉家中には、小島聖を名乗る人物が多く存在するため、そこから創作したとする説もある。しかし、彼に関する伝説は多く、足利義照の飼う大猿を懲らしめたり、飼い、武田氏に死者した際に襲いかかってきた猛犬を、打ちまかしたり、山形正影がやた郎との一騎打ちの最中、 武田信玄の嫡男、吉信が、窮地に陥るのを見て、八太郎に、主君の御蔵師の窮地を救いたいため、勝負を預けたいと願い出たところ、八太郎が快諾したことに恩義を受け、川中島の戦いの際に八太郎のことを、花も実もある勇士と称賛したなど、多彩な逸話が残されている。伝説では、八太郎は、乙吉上主であったとされる。野太郎の墓とされるものが、 長野県飯山市の栄岩寺にある。また、鬼小島八太郎戦士の地というのが、新潟県長岡市土地大野町の天神山にある。ありがとうございます。